渡辺博重の怪談語りご覧いただきましてありがとうございます。奈良県の斑鳩町というところに来ています。後ろに流れていますのが竜田川です。百人一首なんかにも出てくる有名な川なんですけどね、この川の流れているところから本近くなんですけど、私のこの背後にある山、三室山というところにね、今から訪れたいと思います。実は奈良県有数の心霊スポットとも言われているんです。向かいたいと思います。嵐吹く三室の山のもみじ場は竜田の川の錦なりけりというふうに、これが刻まれているんですが、三室山というふうに書いてあります。ここを今からね登っていこうと思います。あ、向こうに竜田川と柱がありますね。そんなに高い山ではないんですがね、ここは昔聖徳太子の時代から身分の高い方でないと埋葬してもらえない、そういう場所だったそうです。埋葬地ですよね。この場所は武士、侍と言いましても時代はいろいろあります。江戸時代というよりもね、少し時代が昔の武士、その姿がここで目撃されているそうです。薄暗いね、もうね。狛犬があります。くどいし、神社で、寺が本殿かな、ちょうど山の入り口というか、正式にはこの辺が入り口になるのかな。で、この神社から上上がっていくと、ここがね身分の高い人祀られている場所って言ったんですけど、それとは別に裏歴史もありましてね、時代がそこから進んでからなのか、形状があったのではないかと言われてるんですよね。お祭りをする場所と形状ってね全く違うんですけど、上まで上がってきました。これが山頂になるんだね、三室山の。さあ、説明されてる。三室山は竜田川と大和川の合流に近い、標高82メートル。ああ、そうですか。古く神のおられる場所とされていると。一説によれば聖徳太子が斑鳩宮に移られた時に飛鳥の神様をこの三室山に移された、そういうことか。これは山の上でお祭りされているんですね。どうですか、これ一望82メートルの高さなんですけどね、この斑鳩という町一望できます。でもこの場所は皆さんのね散歩の場所となってるんですが、その側面、何か不可解なことが起こる場所でもあるんですよね。
私が小学校のね低学年だった頃なんですけど、近所にね宅地造成っていうのが始まりましてね、っていうのは山を少し削った部分、そこのところにね家が建っていったんですよ。近くにね、まあ新しく家が増えるっていうのかな。そこがね子供にとったら格好の遊び場所になったんです。まだ基礎しかできてないような家ってね、ママごとのそういう場所になったりとか、いろいろ遊んだんですよね。今の時代だったらそういうところで遊ぶとガードマンさんがね日々ずっと管理してて立ち入り禁止なんてこともあるんでしょうけど、おおらかな時代でよほどのことがない限り怒られることはなかった。しかもね働いてらっしゃる方が少なかったのかな。この部分を今日はやってるけどこの部分には人がいないとか、そんなんもあったんでね遊びやすかったんですよ。でもねママごとなんていうのはすぐに飽きてきて、結局その遊び場所に残ったのは男の子だけでした。私は低学年ですけど高学年のお兄さん方と一緒に遊ぶ。そうなるとね度胸試しみたいな遊びがやっぱり刺激的なんですよ。それは宅地になっているとこと削った部分の山のとこ、崖と言ったら大げさですけど少し高くなってるところから宅地の平地になったところへね飛び降りるっていう、それがどれぐらい高いところから飛び降ることができるかっていうのがね勇気の証みたいになってましてね。ただやっぱり私は低学年ですからそんな高いところから飛び降りる勇気はなかった。でもそれがね飛び降りてはまた上へ上がりって繰り返してる間に時間なんてあっという間に経ちましてね、もう薄暗くなってるんですよ。そろそろ帰らないといけない時間、ただそんな時間にお兄ちゃん僕も帰るよっていうのは言いづらかった。お前そんなんで育児なしって言われるの嫌ですからね。そのお兄ちゃん方が帰ろうっていうのを待ってた。そんな中ねもうみんな高いところから下へポン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 飛び降りた後自分だけが残されてたんですよ。まさか自分はそこから飛び降りる勇気はなかったんでね、じーっと見てた。羨ましいな、勇気のあることと思ってた。そうするとね少し自分の上の方の位置からね声がしたんですよ。なあ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 、ふっと振り返ったらその崖の中だんだんになっててね、少し自分が今立っているところよりも高いところからね声がしてるからね、ふっと見たらそこに人影が見えた。声の感じとそしてその映ってるね薄暗いところで見える影からしたら小学校 5,6 年の女の子なんですよね。その女の子が私に話しかけてきてる。なあ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 、何って言った。あんたさあこっから飛び降りる勇気ないやろって言われたんですよ。実際勇気ありませんよ、そんなもん。そんなとこから飛び降りる、だから自分そこ立ってるんですから飛び降りる勇気ないだろう。でもね女の子に言われるとなんかムキになるような年代でもあるんですよね。飛び降りる勇気あるよって言ってしまったんです。じゃあこっから飛び降りてみようって言われた。女の子がね立ってるとこまで自分スタスタスタって何歩か上上がって歩いていくんですよ。怖いなと思ってました。でもそこにはね確かに女の子がいた。薄暗いところにねやっぱり女の子なんですよ。その子がね飛び降り飛び降り勇気あるやと飛び降りって言うから分かったよってピョーンと飛び降りた。飛び降りたんですけどねその瞬間いやーびっくりしました。っていうのは自分の顔のとこ飛び降り高いとこから飛び降りますとね顔が地面の方向きますよね。向いた状態でずっと見る下の地面っていうのがどんどん薄暗い中でもね自分の顔に近づいてくるの分かるんですけどね、自分の顔の両端針金よりもっともっと太い鉄の棒がねシューンって顔を挟むような感じでね見えたんですよ。先がと思った。なんでかというとね宅地ですから家そこにはブロック塀が積まれます。そのブロック塀を積むのに地面に垂直に鉄の棒がね突き刺さっている。そこにブロックをストンストンストンって落として重ねていくんですけど、その工程の途中で作業の人帰ってるんですよね。多分一つとか積んだ状態なんですよね。そのむき出しになった棒と棒の間、つまりブロック塀の長さ分のところに顔が収まって下へドーンって落ちてるもんだからね、アクション映画のワンシーンのようにね棒が見えたんですよ。両サイドにその間を顔がスーッと行ってる。間一髪で刺さることなく自分地面に降りてるんですよ。うわーっと思ってその瞬間一瞬で何が起きたっていうのは分かったんですけどね、鳥肌が立ちました。そしたらね上の崖からなんだって聞こえたんですよ。
へえと思って振り返った。振り返ったらね、ケラ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 、けたたましい女の子の笑い声が聞こえた。その女の子、その場で姿がスーッと消えた。暗闇の中で動くことなく消えてるんですよ、立ち消えたかのように。うわーと思ってゾーッとしましてね、その瞬間お兄ちゃん方がね、私のとこ走ってきたんです。お前勇気あるな、あんなところから一人で、すごいぞって言われたんですよ。え、お兄ちゃん僕一人やった。何を言うてんの、お前一人やろ。いや女の子いなかったって言ったんですよ。お前女に応援してもらえんと飛び降りることできんのかって言ってみんなに笑われた。つまりその場所に女の子いなかったんですよ。立ち消えたかのように自分が見たその姿もお兄ちゃん方は見てなかったってことになるんですよね。不思議な体験でした。なぜ今日ここでねこの話をしたのかと言いますと、私物心ついた頃から高校2年生までこの斑鳩町に住んでました。この三室山っていうのはね、当時住んでいた家の近所で、よくここは散歩コースで上上がってたんですよ。でもその時ね、心霊スポット的なそういう認識というのはありませんでした。もちろんそんなことが言われているような時代でもなかった。後に自分が怪談語りをするようになって、心霊スポットっていう場所を調べていくうちに、この三室山がそう呼ばれているというのを知ったんですよ。そして私は今日機会があってね、久々にこの場所にやってきたんです。この場所にやってきて、この自分が体験した不思議な話をしようと思った。なぜここでその話をしようかと思ったかというとね、実は私がその不思議な体験をした宅地の場所っていうのがこの山の麓でもあるんですよ。ですからこの山に不思議な何か力のようなもの、念のようなもの、人の思いのようなものが残っていたとして、その時私を翻弄するようにそういう声が聞こえたのか、私が見ても違和感のないような格好の人の形をして現れたのか、そして私が飛び降りて何も傷をつかなかったことに対して残念がってケラケラ笑ったっていうのは、そういうものがそのタイミングで現れたということなんでしょうかね。この三室山、不思議なことが起こる、武士の姿が目撃されるというふうに言われています。それも首がない武士だというような、そんな目撃談もあります。身分の高い方が祀られていた場所とも言われながらも、一説では形状であったとも言われています。三室山、この歴史っていうのは私は全て掴むことはできませんが、あの体験したことが何か関わりがあったのかなというふうに思ったりもします。